2023年3月18日土曜日、今日の函館ね、まあ曇ってる、まあ晴れってや晴れなんだけど、曇ってるっちゃ曇ってる。やっとね、マスクも、まあ、個人の判断とかって言ってるもんで、多分ね、土日人結構いるんじゃないかなと思ってね、ちょっと駅の方に来たんだけど、ちょっとねこの辺パトロールしてみようかと思います。どうかな、まあ、パトロールってただ行くだけだけどさ。駅のあたりもなんか人いそうだね。いそう、車も多いね。こここんだけ曲がるってことは、どこ行くんだろう。駐車場に止めるのかな。駅のね辺は駐車場まあまああるんだよね。わかんねえな。まあちょこ人はいるみたいね。どうだろう。まあ前に比べりゃいる方かな。ちょっとねここ曲がると朝市なんだけど、まあ右側が駅なんだけどね、 JR の函館駅。ここ左曲がると朝市の方なんだけど、どうだろう。まあ今時間がね午後3時過ぎなんだけど、そんな思ったことでもないな。車やたら止まってるけど、右にも左にも止まってる。あ、でもいるね人やっぱ。おい、これ逆走じゃねえのか。おい、逆走だろお前。まあ逆走もいるし怖いね。レンタカーだとな。ああ人歩いてるね。でもね、まあまあ、あ、多いわ人。こんなにいるの。観光バス、観光バスじゃねえんだ。なんだ、空港と函館駅。歩いてるね、いっぱいね。歩いてるよ。なるほどね。ここを右行くとね、あの倉庫の辺なんでね、金森倉庫ってみんな言ってるけど、本当は金森倉庫っていうらしいけど、まあどっちでもいいんだけど、ちょっとここ曲がってみようか。だって、目の前は漁協だね。漁協でっかいんだよな。でっかいで、ここを左行くと倉庫の方へ行くんだけど、ベイエリアってことだな。ベイエリア、中どこだな。どれ、車少ないな。全然いないな。車はいない。眩しい。そこラビストだっけ。ラビスタ。朝食がね、有名な。ラビスタベイ。どうだろう。わあ、かっこいいな、この車。昔のターセル。いやー、今見るとかっこいいな。どれ、まあまあ今のとこぼちぼち。
人多いな。ああいるいる、まあ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 増えた方だろうね。うん、まあみんな観光客だろうけど、車多いな、おい、止まってんの。なんでこんなとこに止まってんだろう。乗ってねえし、あ、乗ってた。うん、駐車場の街じゃねえよな。なんだかわかんねえ。まあ、お店がここら辺ね、いっぱいあるけどね。買い物してんのかな。カリフォルニアベイビーってね、ここもなんか有名なんですね、喫茶店。ここはラッキーピエロと焼き鳥弁当の長谷川ストアが並んでるとこだったよな。まあ、この間もここ動画で紹介したけど、やっぱり結構人いたね。うん、まあそりゃいるらな。今日天気もいいし、ただ風が強いんだよな。ちょっとな、風が強い強いっつうかな、強いんだよ。まあでもこれくらいじゃ天気いい方だよね。まあ観光で来てる人ばっかなんだろうけど。さあ次はどこ行こうかな。まあここがね、5号線、国道5号線のね、電車通りっていうのかな、市役所前ってね、そこ市役所、ここ曲がると市役所かな。うん、ここは、この辺はそんな人はいねえよな。でもあれだね、まあ、車はまあまあそれなりに走ってるかな。ちょっとこの次はあれだな、五稜郭の方が行ってみようかな。五稜郭ね、ちょっとガソリンを入れていくか。あの青い電車はなんだっけ、ナムル電車だったっけ、アニメのね、なんかこうデザインされてるキャラクターか。駅前、ここが駅前なんだよね、ちょうどね。キラリスってね、まあ、商業施設があるんだけど、キッズプラザとか、なんだ、未来館とかね、なんか最先端のこうハイテックな感じのねやつとかね、まあ、キッズプラザっていうのは、まあ、子供がね遊べるような施設のようだけど、ね、まあ、この辺はいろいろあるっちゃあるんだよな。この辺はね、飲み屋街だね。駅前の飲み屋街というの、昔観光で来た時もこの辺で飲んで、この辺に泊まったことあるけどね。今日こっちも車多いな。ここのね、右側は函館自由市場っていうとこなんでね、あんまり人いないね。ここはね、また電車通りなんだけど、さっきとちょっと違ってね、駅前を曲がってくるとこの電車通りなんだけど、ここの通りもね、広くてさ、わかる？これ一車線でしょ。真ん中にラインがないってことは一車線なんだろうけどさ、なんだ、広いからどこ走っていいかわかんないんだよね。わかんない、本当わかんねえんだよ。だって横から抜かれたりさすんだけどさ、それ、まあ、いいのかいいんだろうな、ああいいんだろうな、わかんねえけどただ怖いっていうだけでね。なんかやっぱちょっと普通の感覚だと左側よりをこう
走る感じになっちゃうと思うんだよな。まあ静岡あたりで大体こんな広いところもないけどさ、まあ、大体左に寄って運転するんじゃねえのかな。まあ、真ん中じゃなんか邪魔っぽい感じする。でも一車線なら真ん中でもいい感じするし、よくわかんねえんだよな。でもやっぱ横に来るしね、来んのよ。どうかしたらいいか、ほら組んだわ。2車線なの違うの、わからないと、うん、はい、わかりません。だからね、北海道以外からね遊びに来る人はね、ちょっとレンタカーでまあね走ったりすることもあるだろうけど、俺もやっぱね何回か遊び旅行でね来た時、いや怖いなって思ったんだよな。ほんとどこ、未だにどこ走っていいか分かんないしね。まあちょっとその辺はね、多分他から来ると怖いと思うけど、まあアドバイスできません、ごめんなさいって感じです。でこの辺がね大体ね、まあ繁華街だよね、繁華街、五稜郭の辺っていうかね、この辺も飲み屋さんとか、まあ、いろんなお店がたくさんあるんだけど、ね、ラッキーペアもあるしね。そこは無印良品とか入ってたりね。でまあここも右曲がると今度湯の川っていうね温泉地っていうのかな、そっちの方へ行くんだけど、まあ路面電車もねここ右の方に行くんだよね。やっぱり人まあまあいんのかな。まあそんな言うほどでもねえか、そんなにいねえなこっちは。ここら辺がね多分一番の繁華街だと思うんだよ。うん、そんなでもね、まあ、あれかな、観光じゃあそんなこっち来ないのかな。観光だと駅の方がやっぱメインかなになるのかな。ああ五稜郭過ぎちゃってこれね、右曲がると五稜郭なんだけど、五稜郭ちょっと曲がってみようかな。曲がれるかな、曲がれればでも良かったんだろう。まあ、ここはね五稜郭公園のまあ周りになんだけどね、まあもうあれだな、4月の終わりか終わりになればこの辺桜で綺麗になるみたいだけどね。まあまた先だな、ちょっとここ曲がってみようか。まあ公園沿いの道になるんだけどね、まあ中まではちょっと行かないけど、外の感じだけね、どんな感じか見るだけなんだけど、どうでかな。あこの辺はそんなでもないな。あお堀もそんなに人いないね。やっぱこっちは観光だ、あれかな、やっぱ五稜郭タワーだけなのかな、見るのはみんな。公園を散策する人ってそういないよね、やっぱね。ちょっとね、道間違っちゃったからね、ちょっと違う方からまた五稜郭タワーのね、真ん前のところに来てみたいけど、やっぱ人いるね、結構いるいる。うん、五稜郭タワーを撮ってる人もいるな、写真で。ここはね、五稜郭タワー、まあ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 だな、そんな言うわけじゃないけど、でも駐車場はいっぱいだな、いっぱい。あーすげえ目いっぱいだよ、あれね。やっぱりまあ結構普通に人いるってことだね。うん、まあこんな感じですと、うん、ということで今日はこれでおしまい。
あ、チャンネル登録お願いします。なんだろう、すげえいっぱい並んでる。なんかやるのかな、なんとかホール。ということで、それじゃまた。いやー、結構暖かくなってきたね。いい感じ。